大黒坊弁慶は日本の男性元プロレスラーである。本名は小谷和美。和歌山県日高郡由良町出身。身長190センチメートル、体重150キログラム。かつて、花籠部屋所属の元大相撲力士であった。大相撲時代の四股名は花嵐、最高位は東十両9枚目、得意種は左四つより。当時の体格は、身長187センチメートル、体重158キログラム。中学時代には柔道をやっていたが、南部高等学校進学後に相撲を始める。大会での活躍が目立ったことで相撲部屋から誘われるが、日本大学出身の教師に勧められ、同大に進学した。名門と言われる日大相撲部で活躍し、大学4年時に全国学生相撲選手権大会で優勝したことをきっかけに大相撲に進むことを決意する。高校、大学の同期生には1980年度のアマチュア横綱、富田忠則がいる。1980年に花籠部屋に入門し、学生横綱の実績により1980年3月場所に幕下付け出で初土俵を踏む。上背があり、回しを取って引く相撲では、なかなかの強さを見せた。鳴り物入りではあったが、幕下時代が長く、1984年3月場所に十両に昇進するも今一つ勝てず十両在位は3場所に終わった1985年末に師匠の花籠親方が金銭トラブルのため廃業することが決まったため、本人も1985年11月場所限りに28歳で廃業した。花籠部屋が放駒部屋に接収されてからという物大所帯の生活に慣れず、自身の相撲に集中できなかったという。廃業後は、プロレス団体WARに登場したチームである、相撲軍団に覆面レスラー、嵐として、参加1994年、WARの所属選手であった、石川隆氏が、WARからの離脱と新団体東京プロレスの立ち上げを表明すると、同団体に参加。この際にリングネームを、嵐から、ダンク谷と改名する。東京プロレスでは、主要選手の一人として活躍する。1995年にザ・グレート歌舞伎の東京プロレス参戦とタッグ結成が決定すると、リングネームを大黒坊弁慶に改名。これ以降はこのリングネームで活動している。この歌舞伎と弁慶によるタッグチームは、幻総選手団を名乗り、同団体において屈指の強さを誇った。これは、名レスラー歌舞伎によって、弁慶の潜在能力が引き出されたことが大きい。東京プロレス崩壊後は、新東京プロレス、WARジャパンに参戦。その後大日本プロレス所属として活動し、同団体のヘビー級ベルトを長期保持するなど、重鎮として一つの軸になる存在となった。2012年に関節などの悪化による手術を行い以降は、長期欠場していたが、2014年引退を表明した。なお欠場中から売店などに、スタッフとしてついており、引退後も売店に登場する。ありがとうございます。